スランザラ、行きます。この巨大なハッチが月面基地ダイダロス。地表は上から狙い撃ちされちゃうから、下から潜って近づこう。俺はコウラグ。そう固くならなくていいよ。アスランザラ、ジャスティス出る。正面の洞窟から進行ね。戦況は？基地防衛のために機動要塞メサイアが出てきてるはずなんだけど、静かすぎるね。それに敵味方に多くのガンダムがいるんだけど、全然捕捉できない。多くのってランタオ島のガンダムファイトくらい？それくらいいるはずなんだけど。ともかくザット軍を蹴散らして進もう。私たちだけでダイダロスを落とすなんてことにならないでしょうね。洞窟内かなり暗いわね。小隊長さん、レーダーマップをよく見て進んでね。ブレイク現象確認。アフターコロニー時代の無人機モビルドールビルゴ。ブレイク現象の規模としては小さいけど、小隊長さん、油断はしないでね。レーダーマップで敵の位置を確認して。結構入り組んでる洞窟ね。視界も悪いし、天然の妖怪ってところ。ブレイク現象はおとなしいけど。あ、燃料タンク。ショックを与えると爆発するよ。竹の下に落とせば敵機を一網打尽にできるかも。小隊長、攻撃してみて。写真データが送られてきた。この人って東方腐敗マスターアジア。決勝戦の相手にして彼の不死鳥さんだ。そうとなればドモン・カッシュ選手、決戦の地ランタオ島まで誘導します。見かけない顔だな。あんた名前は？ユノ・アスタルト特務総長です。所属もネオ・ジャパンのサポートクルーです。敵の妨害は小隊長さんと一緒に実力で排除。任せておけ。小隊長、右上のマップをよく見て迷わないように。結露なら俺が切り開いてやる。もう出口までのルートが見えてる。さすが水の心を完全にものにしてる。当たり前だ。厳しい修行を耐え抜いてきたんだからな。さくら、何のことなの？明鏡止水の精神だよ。わだかまりや山下の前澄んだ心のこと。彼が修行の末に手に入れた己を超えた力を出せるスーパーモード。それが分かれば、新手か。次から次へと。これは西暦2300年代の歴史、独立治安維持部隊アローズのモビルスーツ。正解。アヘッドにジンクス3。もしかしてソレストルビーイングが来てる？どんな敵が出てこようと叩き潰すのみ。いや、もしそうなら味方だから潰しちゃダメです。ガンダムマイスター対ガンダムファイターは見てみたい気もするけどね。どっちもこのコズミックイラの歴史からはブレイクアウトしてもらわないと。
この先もう少しで月面に出るよ。ザフトの軌道要塞の近くだから用心して。ブレイク現象もここまで断続的に起きてるし、また何かあるかもね。相手が誰であろうと俺の邪魔をするなら蹴散らすまでだ。全力で行かせてもらう。正面上空、あれが軌道要塞メサイアなのね。そう、あれのせいで月面基地攻略が困難に。なんだこの嫌な予感は。土門選手、あの要塞に何か。何かが起こる。ミオチクリンなガンダムさんだこって。誰？それにガンダムなの？そこのお前、この男に見覚えはないか？どこのどいつだ？ならばお前にガンダムファイトを申し込む。ガンダムファイトだ。ドンちゃんやるには良さそうだな。相手もガンダムってことはガンダムファイト。レディーゴー。小隊長さん、相手はマルケイガンダム。パイロットのアビー・アルサーシスはソレスタルビーンを狙う傭兵で、4年前負傷したガンダムマイスターの一人を殺害した張本人。右目が見えねえくせに戦場に出てくるだ。自業自得だ。ティメリア君が言っていたロックオーサーの敵。さあ始めようじゃねえか、ガンダム同士によるとんでもねえ戦争ってやつをよ。また殺してやるよ。ガンダムさんよ。俺は負けん。キングオブハートの名にかけて。ハートの王様。彼は戦いの秩序を受け継ぎ守るもの。シャッフル同盟という組織の一員なんだよ。これまで歴史上のありとあらゆる戦いを監視し続け、幾度となく人類の滅亡を防いできた戦士たち。キングオブハートの名はその一員の証。先代であるお師匠さん東方腐敗から受け継いだね。その活動の末、最も進化した戦いの形ガンダムファイトが生み出されたんだよ。まるでソレスタルビーイングじゃない。そして彼らが乗る機体もまたガンダム。結構結構。命あってのものだねってな。やっとブレイクアウトしてくれた。ガンダムファイター並みの濃さだったわね。どこであろうとガンダムファイトの申し出は受ける。自力でブレイクアウトした。ガンダムファイターは何でもありね。でも私たちの目的は終わってないよ。ダイダラス基地、そして軌道要塞メサイアへ行こう。見えた、ダイダラス基地。当然ザフトの防衛隊も出てきてるよ。ザクウォーリアがゾロゾロ来る。肝心のキラ君たちはやっぱりいないのね。この歴史のガンダムは全て存在してないのね。ガンダムファイターがいたのに。ブレイク伝承。え、マラサイ。戦術レベル確認。オズの月面基地に潜入する。またガンダムファイター来た。違うって、ウィングガンダムゼロ、ヒーロユウくんだ。ユウにサクラか。勝敗状。これで終わりだ。さすがに敵か。向こうの基地にあるビーム兵器デクイエムが地球を狙っているの。協力をお願い。了解。月面基地の破壊に作戦を変更する。ありがとう。でもそっちの作戦は大丈夫なの？問題ない。ゼロのスウェット。相変わらず話が早くて助かるよ。キターンズのモビルスーツも気になるし。アフターコロニーと宇宙世紀からのブレイクイン。ゼロ、俺に何をさせたい。当たれ。これはどうだ。こいつげくれ。おっつかわせるか。このプレッシャー敵意をむき出しにしてやってくる。ジオン、まさか
ハプテマスシロッコ隊員、招待状さん、ヒーロ君、気をつけて。了解。ターゲット変更。ジロ。セロ。危険な相手。その素質、見極めさせてもらうぞ、少年。すっごい上から目線。何者なの？グリプス戦役終盤に、スターンズの実権を握った、通称、木星帰りの男。木星資源採掘艦、ジュピトリスのキャプテンで、地球圏に帰還して、スターンズに入隊したんだよ。私は、次の時代を支配するのは女だと思っている。力を貸してくれるか。初対面ですけど、そんな急に言われても。やはり人は、よりよく導かれねばならん。指導する絶対者が必要だ。お前も教祖を気取ろうというのか。ならば負けるわけにはいかない。木星戦団のボスからリターンズのボスになった。それっていつのこと？さくら、リターンズの狩猟ってジャミトフ・ハイマン大将じゃなかった？グリプステージ終盤まで食らえ。全力で行かせてもらう。ジャミトフ総裁はハマーンカーンによって暗殺された。嘘、ハマーン様が？アクシズはティターンズと接触したのって。私は世の流れに身を任せるまでのことだ。ジオのブレイクアウトを確認。ブレイク現象にまで身を任せるのはやめてほしい。待って、地下から巨大なエネルギー反応。まさかレクイエムが起動？何？ゼロ、すまない、基地を撃つことはできないようだ。ヒーロ君、ウィングガンダムゼロもブレイクアウト。ダイダルス基地にツインバスターライフルを撃つとかは見たかったけど、ここまでだね。小隊長さん、ブレイクアウトするよ。こちら裏基注意、これより起動する。直撃させる。当てる。分かってくれると信じていた。We'll be right back.